在住中継所本宮市の白岩屋商店前です。本宮市は台風19号で大きな被害を受けました。地元の皆さんは選手の走りから元気をもらいたいと話していました。中継所には本宮ランニングクラブの子どもたちも多く駆けつけています。まもなく10区を走った選手たちが元気と助けを届けます。トップ福島市の姿を捉えました。内瀬優斗、福島市の期待の星です。今右手を大きく掲げました。待ち受ける赤間春奈へトップで助けをつないだ。ここから後続の足音は聞こえません。福島市との差はここで40秒。いわき市です。水口圭と今合図を送りました。23歳、ハードなトレーニングをしてきたそうです。谷口つぐみへ助けリレー。大きな歓声が聞こえてきます。郡山市です。高本雅樹24歳、6年ぶりの出場です。堀川ゆかりへ今助けをつないだ。トップとの差は1分10秒。3年ぶりの優勝を目指す会津若松市、4番目に姿を現しました。物江勝利23歳、小島さくらへ今両手でしっかりと助けをつないだ。声をかけました。町の部トップは石川町。大きな拍手が送られています。岡山陽次、学法石川高校3年生、町の代表として走れることに感謝と話していました。鈴木へ助けを渡した。トップとの差は7分35秒。2チームの姿を捉えています。日本松市と須賀川市です。日本松市は土屋優太、須賀川市は大須賀圭吾です。さあ今大きな拍手が送られ、日本松市土屋から松本へ、須賀川市大須賀から大森へ助けがつながりました。会津美里町です。山口博則31歳、個人練習をしてきたそうです。長谷川小雪へ助けを両手で渡しました。9番目に姿を現したのは白川市です。木田隆博、ふるさと選手28歳、年に一度地元で走れる大好きな大会だと話しています。島崎へ助けリレー。喜多方市です。名前広明24歳です。10番目に姿を現しました。今大場芽衣へ助けをつないだ。トップとの差は10分11秒。田村市です。10年連続出場、田村市の皆さんに笑顔を届けたいと話していました。ネズミ田明宏です。今両手にタスキをしっかりと持ちまして、菊池優愛へタスキを渡しました。少し口を開けて苦しそうな表情にも見えます。矢吹町山田高生、学法石川高校1年生です。自分の走りをしてチームに貢献したいと話していました。前場美優へタスキを渡しました。トップとの差は11分30秒です。ラストラストと声がかかります。鏡石町です。福島駅伝は最も大切な大会と話します。佐藤正明25歳、今力を振り絞ってまぶね心へ確かめながら今助けを渡しました。14番目に姿を現したのは南相馬市です。斉藤正樹です。25歳、今左手を掲げまして若月へ助けを渡します。地元本宮市も入ってきました。渡辺真嗣、素晴らしい走り、被災した地元に元気を与える走りをしたいと話していました。そして亀川が少し前を行った。そして西会津も助けをつなぎたい。ただ西会津助けをつなぐ相手がいません。そして相馬も助けをつなぎました。西会津の選手がいません。西会津佐藤茂也、助けをつなぐ相手がいません。そして玉川村も続きます。その後ろナンバーカード25番は三春町です。今続々とタスキをつないでいます。そして32番は稲橋の町です。影山から小板橋へ、そして郡町、西郷村、会津番屋町と続きます。そして今中継ラインには白いタスキを肩にかけた選手たちスタンバイしています。47番の中島村、間に合いました。小針から畠山へタスキリレー、まもなく繰り上げスタートです。今繰り上げスタート、白いタスキを肩にかけた選手たちが飛び出していきました。川俣町、そして小野が入ってきましたが、タスキを渡す相手がいません。今苦しそう悔しそうな表情を浮かべています。そして泉崎村も入ってきました。